どうもご無沙汰しておりました、リッキーです。久しぶりにお散歩動画アップします。ちょうどお昼時なので吉野家のキッチンカーが出ていますね。私の住んでいるところでは見かけないので珍しいです。そうなんです、私こう見えて意外と人見知りなんですよね。人が大勢いるところよりは人が少なくって自然の中とかの方が落ち着くタイプですね。お店で一人で食事をするのも意外と苦手です。なのでこうやっていつもお外で買って食べたりすることがほとんどです。ということで人目を避けてこそこそとお散歩をしたいと思います。東京シティエアターミナルっていう空港へ向かうバスのターミナルを見たんですけど、そこは人がいっぱいいたんで、ちょっと外れたところからスタートします。月島が見えてたりなんかしてね。ここは隅田川です。シティエアターミナルは水天宮のそばにあるので、着物を着たお母さんが子供を連れていたり、サラリーマンの方が食事をしていたりと、なんかねおしゃれなんだかおしゃれじゃないんだかよくわからないような雰囲気でした。隅田川界隈は昔の建物が残っててなかなかいいもんですよね。誰かが飼ってたのかなと思うぐらい人懐っこい野鳥で、調べたら白石霊という鳥なんですね。人を怖がらないんだそうです。可愛いですね。適当に歩いているので現在位置がよく分かりません。どうやら九州の佐賀まで歩いてきてしまったようです。釣り岡でしょう。江東区には佐賀っていう地名があるんですね。缶ビール片手に歩いていたのでトイレに行きたくなりました。ちょうど大きな公園がありました。清澄庭園、三菱財閥の清澄庭園らしいですね。有料のところと、無料のところがございます。手入れが行き届いてて、まあ綺麗なお庭ですよね。しかしスカイツリーはどこからでも見えますね。いろんな趣向を凝らした、豪勢な庭園でした。勝鬨橋みたいな開閉式の橋に対して万年橋なんですかね、開閉しませんよっていう意味で、こちらのアイスクリーム屋さんも有名なんでしょうね。吉津屋さんですかね。ふらふら歩いているうちに森下へ来ました。ここは水戸飯店って言って、この近所にねお稽古場があって、よくみんなでここで飲んだりしたんですけど、もうさすがにねなくなってますね。ということでここが紅さんピットっていう稽古場の跡ですね。松竹が運営してたんですけれども、本当にねあの古い倉庫、4階建てぐらいの倉庫をねみんな稽古場にしてて、裏には劇場もあったんですよね。で私が主演をした舞台の稽古なんかもここでやりました。あとね松竹の商業演劇とか出る時もここで稽古ですよね。そんでよくここの蕎麦屋さんで食べさせてもらったりしましたね。でこの路地裏に酒屋さんがあって、そこの自動販売機でお酒が安く買えてよく飲んだくれてました。こんなね、綺麗な倉庫だったところが多分綺麗に改装されて、コインランドリーとカフェっていうねおしゃれですね。そうこの公園でね夜遅くまで飲みました。さあ商店街へやってきました。あまりにも玄関マットが安かったので買ってしまいましたよ。雑貨と家具を扱ってるそうです。昔からあるね、滝の家具っていうこのビルのお店です。でこのそばには山力っていうねいい居酒屋さんがあったり、桜鍋の何屋さんでしたっけね、あ美濃屋ですね、まあ、名店がいっぱいあるんですよ森下。そして松本零士先生デザインの船、かっこいいっすね。安らかにお休みください。もうメーテル大好きでした。ということで今日は2万3000歩歩きました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。
地元の方に帰ってきて家系ラーメン食べたんですけれども、チャーシュー麺頼んだけど多分違うのが来たんですけど、のんびりやってるお店ですって張り紙がしてあったのでよしとしましょう。それではまた。